ていうのは、男を惑わす魔性の女という意味なんですね。ファムファタールね。あとは赤い糸で結ばれたですね、運命の女とね、そういう魔性の女、運命の女性というか、なんかそういうのがファムファタールという、意味だそうですね。なんとなくこう色っぽいですよね。なんかね、もうその子に引っかかるともう二度と抜けられないみたいな、なんかそんな感じがしたので、じゃあそのファンファタールというバンド名にちなんでね、タイトルにファンファタールという言葉をつけちゃうということですね、情熱のファンファタールというタイトルを一番最初に考えて、それからこの情熱のファンファタールというその魔性の女が出てくるというですね、設定で物語を作って曲を書いていくということをやっていきましたね。最後まで覚えていられたら拍手喝采なんですけど、途中で飛んでしまったら申し訳ない。でも、こうやって曲を作ってるんだということでですね、あ、そうか、中西がこういうふうにして曲を作ってるんだなというふうに思っていただければと思いますけどね、岩国のバンドということでですね、錦帯橋、ね、錦帯橋毎年春、夏に花火大会があるんですがね、錦帯橋とそれから鵜飼の炎とか、そんなですね、その年ならではの風景なんかも入れながら、曲を作ってみましたね、情熱のファンバタルという曲を聴、いてください。あなたしか見えない、もうどうにも止まらない。
もうどうにもやるせない、ありがとうございます。